イドです。今回は小回りの仕方について解説しようと思います。漫画を描いてみたい、だけど小回りってどうやったらいいの、イラストは普段から描いてるけど漫画となるとなんか難しそうって思ってる人多いと思います。その理由は小回りをどうやっていいかわからないからだと思います。すでに漫画を描いてる人でも自分の小回りの仕方ってこれでいいのかなとか、もっといけてる小回りの仕方はないかなと思ってる人もいるかと思います。どうして悩んでしまうのか、それは小回りの役割や効果を分かっていないからです。僕は漫画家として週刊連載をやってきました。それと漫画の専門学校の講師を20年やってきたんですけど、学生たちの多くはこの小回りのやり方が分からないっていうふうに言います。小回りをする自信がなくて漫画を描くことを諦めてしまう学生も多いです。ではこの小回りプロはどうやってるか、初級編、中級編、上級編、3つに分けて解説をしていきますね。小回りはコマを大きく割ったり小さく割ったりしてますよね。漫画家はただなんとなく割っているんじゃなくって、ちゃんと理由があるんですね。それさえ理解すれば皆さんも小回りで悩むことがなくなっていきます。この動画を見ると小回りを大きくしたり小さくしたりする理由がわかります。またその理由を知ることで小回りで悩むことがなくなります。ぜひ最後まで見てくださいね。僕はこのチャンネルで漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、チャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。それでは具体的にコマの割り方を教えていきますね。まず初級編です。漫画はいきなりコマを割って描くということはないと思ってください。多くの人が勘違いしてるんですけど、漫画家はこういう真っ白な紙にいきなり四角いコマを割って漫画を描き始めると思っている人が多いんですね。漫画はストーリー、お話がないと描くことができませんから、文章で描きたい漫画のストーリーを書いていきます。これを漫画家たちはプロットと呼びます。小回りの仕方の説明のために簡単なストーリーを用意しました。僕は主人公の山田太郎、サッカー部に所属しているんだ。幼馴染の花子はいつも僕のことをからかうんだけど、こういう漫画の冒頭部分があるとします。このストーリーはそんなに難しくないので誰もが状況を理解できると思います。この文章をコマを割って漫画にしていきたいのですが、ここでどうしていいかわからないと初心者はなってしまうと思います。まずこのお話はどこで始まっているのか、そしていつなのかっていうのを考えてください。例えばこのお話だったら学園漫画のようなイメージを皆さんすると思います。場所は家で話していても学校で話していても、どこでもいいんですけど、学園漫画らしく場所は学校としましょうか。時間は夕方とか夜っていうよりも朝とか昼とかっていう感じがしますよね。漫画の始まりなので1日の始まり、朝っていう風にすれば分かりやすいかと思うので朝にしましょうか。いつどこでというのを考えたらセリフも考えてみてください。この文章だけだと小説を読んでるみたいですよね。キャラクターが喋り出さないと漫画という感じがしません。皆さんが今から書こうとしているものは小説ではなくて漫画ですので、セリフもぜひ考えてください。学校の朝っていう風にさっき設定したので、朝の学校で喋りそうなこと、例えばおはようなんか言いそうですよね。幼馴染の花子さんはいつも僕のことをからかうっていう風に書いてあるんで、バカっていう風に言わせましょうかね。からかうわけですから、今の一コマ一コマ書いていくと漫画になっていきます。漫画ってイメージ的にこうあったらなんかこんな感じで割っていますよね。でこの割り方がわからないと思うので、大きい小さいとか難しいこと考えなくていいので、全部同じ大きさのコマになっちゃっても構わないんで、とりあえず割っていきましょう。1コマ目にどこ、いつっていうのを書いてほしいので、場所は学校でしたよね。学校で朝、朝ですから太陽が出てましょう。学校ね、朝、こんな感じで構いません。これはネームであって完成原稿ではないので、自分自身が何の絵を描いているか記号的に入っていればもう十分です。でここから先ほどのストーリー、僕は主人公の山田太郎、サッカー部に所属しているんだ、これを描いていきましょうか。そのまま僕は主人公の山田太郎、ナレーションなんでこう四角く囲いましょうかね。サッカー部に所属、これは誰が喋ってるか、主人公の山田太郎くんですよね。なので山田太郎くんが喋ってるように
太郎くんを描くのがいいですね。これちゃんとした絵描かなくてもいいです。これはネームなんで。ちゃんとした絵は本番の原稿で描いてください。これは漫画の下ごしらえの状態なのでこれぐらいの絵で十分です。で、幼馴染の花子はいつも僕のことをからかう。もうこれも全部同じ大きさで構いません。もう全部同じ大きさに割っていきましょう。幼馴染の花子はいつも僕のことをからかうんだけど、これは花子さんのことを言ってるんで、じゃあ花子さん書いておきましょうか。花子で、さっきセリフを作りましたよね。主人公の太郎くんがおはよう、おはよう。じゃあこれ太郎くんが喋ってるんで、太郎おはよう。花子さんバカって言ってましたから、バカ花子さん。すごいシュールな漫画が出てきましたね。これで十分です。で、こっから先まだストーリー作ってないで、まあここまでにしときましょうかね。今皆さんの前でやったのはコマを割る前にストーリーを作りました。そのストーリーはどこで始まっているのか、いつなのかっていうのを考えました。そしてキャラクターにセリフを与えました。それを一コマずつ順番に並べていきました。コマの大きさは全部同じですが、これだけでも意味がわかる漫画になってるのがわかりますか？初心者はこれで十分です。だって十分意味がわかると思いませんか？この漫画見て意味がわかんないって人いないと思うんですよ。漫画っていうのは相手に伝えることが重要ですから、もう伝えられれば OK なんですね。意味がわかんないってなってるのが一番良くないんですよ。あとはこのネームをもとに本番の原稿を書いていけばいいわけです。本番の原稿っていうのは、例えば皆さんが Twitter とか Instagram とか Pixiv とか SNS で漫画を載せてるんだったら、ここまでネームを自分で書いておいて SNS に載せる原稿にこれを見ながら、1コマ目は綺麗に学校描こう、2コマ目は山田くんちゃんと描いてっていう風に、そっちの原稿で綺麗な絵を描いていく。これを見ながら漫画原稿を描くと迷いなく描けるっていうことです。それがネームという役割です。ネームは綺麗な絵を描く必要はないので、初心者でここまでできれば僕は大合格だと思います。なんとなく自分にもできそうな気がしてきたと思いませんか？じゃあ次に中級編いきましょう。漫画をすでに描いたことがある人はこれだとちょっと物足らないと感じてる人も多いと思います。もっとコマに大きい小さいという変化を出していきたいですよね。初級編で書いたこのネーム、これは全部コマの大きさが同じです。皆さんであればどのコマを大きく書きたいですか？逆にどのコマが小さくてもいいなっていう風に感じますか？ここからは書く人によってセンスが分かれてくる部分なので、答えは一つではありません。だけどここでは多くの漫画家がこう考えるであろうという大小の付け方を例に出していきますね。例えばこの漫画であれば主人公は山田太郎くんです。なので主人公を大きく見せた方が読者に分かりやすくなるので、太郎くんが出てるこれを大きいコマにしたい感じがしますよね。太郎くんこれも大きい方がいいかな。花子さんはヒロイン脇役なので、これは中ぐらいでいいような気がしますよね。今までのハイドチャンネルの漫画添削を見てる人だったらなんとなく分かる気がすると思います。そしてこの学校朝、これは人物は出てきてませんから小さめでもいいかもしれませんね。そしたらなんとなくこのコマは大きく書いた方がいいな、このコマは中ぐらいでもいいなみたいなのが見えてきたかと思います。紙の大きさっていうのはこれより大きくなることはありませんよね。なので大きいコマをどれにしようかと考えていくと、必然的に後のコマは小さく狭められるんで、でしょうか。こっちの漫画はコマの大きい小さいをつけてみました。どこでいつっていうのは人物がいないので小さめでもいいと思います。そして太郎くんがおはようと言ってるところ、これが主人公が一番アップになってるんで、これを大きくしました。コマの大きい小さいを決めたら、あとはもう面積は限られてくるので、そこをコマ割るしかなくなってきますよね。そうすることで必然的に大中小っていうコマの大きさができてきます。こういう風になるとだいぶみんながいつも読んでいる漫画っぽくなってきた気がしませんか？ここでみんなが誤解してるのは、最初からこれを書けなきゃいけないと思ってる人がほとんどなんですね。今僕同じストーリーを2枚書きましたよね。漫画家はこんな風に何度も何度も同じストーリーでネームを書き直すんです。最初からこれが書けなくちゃいけないってことはなくて、最初はこれでいいんです。プロだって目で確認できる状態で、あ、これを大きくしよう、これを小さくしようっていう風に考えた方が、考
えやすいので、最初から頭の中でこれが大きいコマ、これが小さいコマって組み立ててからネームを書かなきゃいけないって思ってる人が多いからできないってなるんです。漫画家っていうのはネームを見て、あ、見せ場が大きく書けてるかな、無駄なコマはないかなとかって考えるし、これを元に編集さんと打ち合わせをするんですね。だからこれは完璧でなくていいんです。何回書き直してもいいものなんですね。だから何度も書き直しができるように絵はこれぐらいでいいんです。なんかネームをすっごいしっかり顔描いて、髪の毛の一本一本まで描いて、背景までちゃんと描く人いるんですけど、その人は勘違いしてるんですね。ネームなんて棒人形で構いません。僕のこれでもまた丁寧な方です。これでもこれを見てどのコマを大きくしよう、どのコマを小さくしよう、あ、なんだったらこのコマいらないなっていう風に考えていくと、こういう風に変化のあるコマが考えやすくなります。そして次が上級編です。いやいや、もうすでに自分はウェブとかで漫画を発表している、漫画賞を取ったことがある、担当編集者がついているっていう風に、プロに近い人、もしくはすでに自分の漫画を売ったりとかしてプロの世界に半分入っている人、その人たちはこれまで僕が説明したことは全部分かりきってると思いますし、このネームを見ても物足らないと感じる人が多いと思います。なぜかセリフに頼っているからですよね。ちょっと小説になっちゃってるっていうか、なぜならこの文章を読めば絵がなくてもほとんど意味が分かっちゃうからです。なので次はセリフやナレーションに頼らないネームっていうのを書いていきますね。これが上級者のネームです。ナレーションは一切ありません。まず1コマ目でキンコンカンコンっていう学校から始まって、学生たちがおはようっていう風に来る、これだけで朝っていうことがわかります。主人公の太郎くんがドーンと大きく登場しました。中級編のネームでは、僕は主人公の山田太郎、サッカー部に所属してるんだ、これを全部文章で説明していましたよね。これを文章なしで絵とエピソードだけで説明しています。主人公の山田太郎、主人公ということはこんな風に彼を大きく描くことで、あ、この人の漫画が今から始まるんだなということがわかります。そしてサッカーボールを蹴って現れる、あとも学生服着てる、学生服でサッカーボール蹴っていたらサッカーが好きな少年なんだっていうことが一目でわかりますよね。太郎くんという名前、僕は主人公の山田太郎なんて名乗らなくても、脇役ヒロインが出てきておはよう太郎くんっていう風に言えば、この人は太郎くんという名前なんだなっていう風に読者は分かってくれます。次のコマで幼馴染の花子はって書いていますよね。これもナレーションに頼っていますが、この主人公が花子っていう風にこの女の人のことを呼べば、あ、この人は花子さんなんだっていうことが分かりますよね。下の名前で呼び合っている、花子さんが太郎くんの背中をバシンと叩きながら、もうまたサッカー、毎日よく飽きないわね。このまたっていうのが大事なんですけども、いつもサッカーをしてる彼のことを背中を叩きながら呆れたように喋っている、これでも2人はとても慣れ親しんだ関係だっていうことが一コマでわかりますよね。これがナレーションに頼らない上級者のネームです。セリフが短く自然なやりとりだけで2人の関係が見えてくる、絵で表せる部分は全部絵で表す、これが漫画なんですね。だけど最近はね、ちょっとこういうネーム書ける人も少なくなってきましたね。まあ僕ウェブとかで漫画読んでても、こういうタイプの漫画にみんなちょっとなってきちゃってるなって正直思っていますが、いわゆる一流の漫画っていうのはおそらくこういう漫画の書き方をされてると思いますよ。正直このナレーションで始まったりナレーションに頼ってるものはウェブとか無料で読める漫画とか、そういうものはこういうのが乱立してるなって思うんですけども、これは上級者じゃないとやっぱりなかなかできないことなので、僕は初めて漫画を描くという人はこれぐらいできればもう十分だと思いますし、漫画をすでに描いている人は中級編、これぐらいできればウェブで販売できるぐらいの漫画になると思います。もっと上を目指したい人っていうか、単行本化とかを狙ってる人はこれぐらいのネームを描けるようになってほしいというか、編集部が求める漫画家のネームっていうのは多分こういう感じになっていくと思うんですけども、初級編、中級編、上級編、何が違うかという
というと、どんどん言葉に頼っていかなくなるっていうことですよね。面白かったでしょ。同じストーリーでもこうやってネームの表現によってどんどん洗練されていくっていうのが分かったと思います。もちろん小回りというのは無限にやり方がありますから、これが正解だとかこういうふうにしろっていうつもりはありません。これはあくまでも小回りの例だと思ってください。こういうふうに、ね、書かれたものを見た方が分かりやすいと思ったので書いてみました。最後にここまで聞いてみても、やっぱり小回りって難しい、分からないって感じた人は、普段皆さんが書いているイラストを漫画っぽく見せる方法の動画も作っています。動画下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。あなたの漫画はもっと面白くなります。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。